皆さんこんにちは。本日はここエディンバラベイリー・ギフォード社より研修中の吉川がお届けいたします。三菱 UFJ 国際投信のポジティブチェンジはここベイリー・ギフォード社が運用する運用戦略を活用しています。本日は資産形成の考え方 in エディンバラと題しまして、ベイリー・ギフォード社の社員の方にお話を伺っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。日本ですとかスコットランド、エディンバラの地の違い、またここスコットランドの方々がどのような資産形成の考え方を持っているのかということをインタビューを通してお伺いできればと考えております。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お願いします。 Thank you for your time。 まずは簡単に自己紹介の方をお願いできますでしょうか。はい、私はベイリー・ギフォード社にて日本のお客様向けのクライアントサポートを担当しております、イミンと申します。現在エディンバラでの生活歴は1年とちょっとです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。 Sure, yeah, so I'm James Theron. I've recently joined Bailey Gifford this year. I'm a client manager on the Asian desk there. では早速質問の方に移らさせていただきます。Yeah, sure. For my family, certainly the cost of living has been increasing over the last few months. So simple things like our weekly shop or filling up our car with fuel is becoming more expensive. And then equally, interest rates have increased quite sharply over the last few months, and that has had an impact on things like our mortgage payments on our house.私も9月にここエディンバラに訪れた後に、スーパーで牛乳ですとか、日用品ですとか、そういったものが目に見えてインフレをしているなっていうところを感じて、驚きました。こちらは2022年9月時点でイギリス全体における品目別の価格変化を見たグラフです。ロシアの侵攻によってウクライナからの穀物、石油、肥料等の供給が妨げられたこと等も背景に、植物やパスタ、お茶などさまざまな品目の価格上昇が目立ちます。Sure. Yeah, so my wife and I were fortunate enough to buy a flat between the two of us a few years back, and that's been a great investment for us, which has enjoyed kind of steady capital appreciation. エディンバラにおける不動産保有の特徴と何かございますでしょうか。不動産の価値がこう歴史があるにつれて、よりこう価値が向上していくっていったような特徴があります。で、それは歴史的に見て、不動産価格がずっと上昇してきていることからも見れるのかなと。思います。私の周りでも早くからそういった不動産保有ですとか、もしくは家のリノベーションとかといったことを通して、その住宅の価値向上にこう力を入れているという方も多く見かけますね。日本の不動産を考えた場合に、築年数が経過するに従って、資産価値が低下するという考え方を前提に、最終的には資産価値がゼロになる場合っていうところも珍しくはないと思いますが、一方でイギリスとかの場合ですと、住宅の寿命が100年超とも言われておりますので、経年劣化による資産価値の下落、そういったものの考え方自体がそぐわないというような背景もあるのかと思いました。ありがとうございます。こちらはイギリスにおける平均住宅価格の伸び率を見たグラフです。2008年のリーマンショック時に住宅価格の落ち込みが見られるものの、2011年頃より住宅価格は前年同期比での上昇を続け、特に2022年7月は前年同期比プラス 15.5% と上昇率が顕著であると分かります。イギリスでの株式投資といいますと、真っ先に思い浮かぶのがISA制度かなと思うんですけれども、こちらについてはいかがでしょうか。 Yeah, we try to keep it fairly simple. Ultimately, we look for a handful of highly regarded global equity managers, and we look to make small contributions into those funds on a regular basis. We try to avoid the temptation of playing around with those investments and leave them for the longer term.We look for managers that have kind of complementary investment styles, rather than having all growth managers or all value managers. And as I say, we try and leave them to do their job. イギリスのISA制度は、日本のNISA制度のモデルにもなった投資の、税制優遇の制度でして、イギリスの人たちの貯蓄意識の低さ、そして老後に対する備えの危機感の薄さといったところから導入がなされました。
で現在では、まあ、イギリス国内でも活用がだいぶ普及していて、まあ、この本制度に対する一定の評価が国ではなされております。こちらは英国 ISA および日本一般 NISA の概要です。 ISA 口座保有者は年間拠出限度額の範囲内で投資を行い、特に株式型 ISA においては当該 ISA 口座で保有する金融商品から生じる配当、譲渡益、利子等について非課税の恩恵を受けられることが制度メリットとして挙げられます。非課税期間が恒久であることが英国 ISA 制度の特徴の一つとも言えそうです。こちらはイギリスにおける ISA 口座残高の推移です。2021年には預金型 ISA と株式型 ISA の残高の合計が6000億ポンドを超えています。2022年10月末時点の為替レートを1ポンドおよそ170円として計算すると日本円で100兆円を超えていることになります。確かにそれは大きな金額ですよね。ちなみにこのような制度を活用して資産形成とされていますか？はい、私もまあこちらに来てまだ日が浅いこともあってですね、ISA 口座の方の解説がまだできていないんですが、やはりまあ自分の将来を考えたときに特にまあこの制度を活用して、まあ、税制的な優遇も受けながら積み立て投資、まあ、株式ですとかそういったことに投資をして、で、まあ、自分の将来の資産形成の一助にできればなと考えています。長期の目線で投資をするということが一番大事なのではないかなと思っております。言いますのは短期だと特にこう株式市場なんかは変動が大きくて、まあ、自分の投資資産の価値が目減りしてしまうということが往々にしてありますが、まあ、そうした短期の動向に右往左往するのではなく、やはりこう長期の自分の投資プランを持って目標とする資産額がどれほどなのか、想定する投資期間がどれほどなのかといったそういったことに応じてしっかりと辛抱強い姿勢でこう投資を実践するというのが一番将来の資産形成にとっては大事なのではないかなと思います。Sure. Yeah, we try and just remain very long term, not to get distracted by bumps along the road or short term noise. At the moment, it's very easy to be negative. There's lots of negative news in the press about the challenges which the economy is facing. But we're really thinking about a 5 or 10 year investment horizon for me and my family. So it's about sticking to the strategies or the funds which have a long term established track record and continuing to back those managers to deliver solid returns over the long term.資産形成の考え方というものも国ですとか地域、またそのご自身 の, そのバックグラウンドの考え方の違いによってまあ様々だと思いますし、まあ、こういった国々の方々の考え方ですとか、まあ、こういったことを知ることによって自分が資産形成をするときにどういったことを行えばいいのだろうかというようなことを考えるきっかけになれば幸いです。本日はどうもありがとうございました。 Thank you very much. ありがとうございました。ファンドの目的、特色、投資リスク、ファンドの費用は画面を一時停止してご覧ください。